神戸空港から FDA に乗って人生初めての県へ旅立ちます。飛行機が旋回するときに真下に明石海峡大橋がきれいに見えてめちゃくちゃ感動しました。 FDA ではお菓子と飲み物がいただけるんですが、今から行く県に思いを馳せてリンゴジュースにしました。フライト時間はおよそ100分。私が今回やってきたのはこちらの県です。どうもトミーです。さあ今回は人生初の青森県にやってきました。青森県の美味しいものを食べて観光していきます。空港からバスに乗っておよそ35分で青森駅へ。まずホテルに荷物を置きにやってきました。あ、ホテル着いた着いた。今回宿泊するホテルはこちらのアートホテル青森です。すごい、ホテルがねぶた仕様や。ホテルチェックインしてきました。今回は2泊3日の青森旅行なんですけど、実質2日間ぐらいしかないぐらい時間がタイト で、今もう3時過ぎてしまったんで、遅めのお昼ご飯を食べに今から行きます。ご当地グルメを食べに行きます。というわけでやってきたのは味の札幌大西。青森のご当地ラーメンである味噌カレー牛乳ラーメンを食べにやってきました。青森市民に愛されているというソウルフード、牛乳カレー味噌合うかな。他の種類のラーメンもありましたが、私はもちろん味噌カレー牛乳ラーメンバター入り注文します。すごい、思った以上にでかいサイズが来た。わかめにもやし、チャーシュー、バタードーンで、メンマ、結構具だくさん。スープは思った以上にスパイシーな味がしてちょっとピリッとするけど、でも牛乳は入ってるからすっごいまろやかにそれが包まれてて、めちゃくちゃ美味しくてびっくりした。麺もすっごいもっちもちの麺で、でこの麺にまろやかなちょっとピリ辛のスパイシーなスープが絡んで、カレーのスパイシーないい香りが口の中に広がった後にふわって鼻から抜けていく。なんか最初組み合わせどうなんかなと思ったけど、めちゃくちゃ合ってる。めちゃくちゃ美味しい。もやしの量もめっちゃ入ってる。嬉しい。入れたらより美味しい。めっちゃ飲んでしまう。美味しいスープ。味噌カレー牛乳ラーメンめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。予想外にめちゃくちゃ合ってて感動するぐらい美味しかったです。ほんまにびっくりした。では次の観光地に移動します。トモモグ、わーすごーい、めっちゃおしゃれや。青森駅からすぐ近くのところにある青森ウォーターフロントは観光やお土産を購入できる見どころたくさんのエリアなんです。わあ、
めっちゃ青森っぽい、かわいいリンゴがある。ここがわらせっていうねぶた祭りの見学ができるところで、これは明日行こうと思います。で、向こうにめっちゃ大きい船が見えてて、ちょっとあれ見に行ってみようかな。発光玉丸、すごい、めっちゃでかい。この発光玉丸は青函トンネルができるまでのこの80年間この函館と青森のこの物流を担ってたすごいやつ、すごいんです。やっぱり青森といえば津軽海峡、冬景色、朝日があってさ、青森といえばこの歌やからずっと頭の中流れてた。風の音が胸を揺する、泣けとばかりに、あー津軽海峡冬景色。Aファクトリーやってきました。この A ファクトリーはお土産物屋さんもあるし、なんかシードルが作られてるらしくって、シードルも飲めるらしいんで、今から飲みに行きます。A ファクトリー内にあるシードル工房では、県産のリンゴを使用したシードルやアップルソーダの製造工程をガラス越しに見学することができます。そしてレストラン限定でなんと生シードルが飲めるんです。乾杯。美味しい。生シードルっていうのは火入れをしてないシードルのことらしくて、結構大人な味わいで甘みはほとんど感じひんくって、すっごい飲みやすくて美味しい。青森来たらシードル飲みたいと思ってたからめっちゃ嬉しい。なんかめっちゃいい女になったような気分になるお酒。ええ女やな。何これ、ちょっと待って、めっちゃおしゃれな気分で飲んでたのに全てが台無しになるぐらいめちゃめちゃ怖い。これ綺麗な泡だよっていうのを伝えたいのに、めっちゃ怖い。あ、美味しかったです。ごちそうさまでした。続いてやってきたのがジェラートナチュレデュエ。香料や着色料を一切使っていない素材にこだわったジェラートがたくさん並んでいます。ダブルもトリプルも同じ値段。それだったらと、せっかく青森に来たので3種類のリンゴのジェラートを注文しました。A ファクトリー内は食べるスペースも結構あって、すごくおしゃれでめっちゃ可愛いです。上からアカネ、ジョナゴールと一番下がオーリン。これで450円って安いな。あは、四角カビ。おいしい。めっちゃさっぱりしてて、結構リンゴの味が濃くて甘酸っぱいっていう感じで、めっちゃ美味しい。全然違う。また茜よりもやっぱりザ・リンゴっていう味がして、独特のあのリンゴの食感がちゃんとする。
なんかふんだんにリンゴ使われてるんやろうなっていう味がしてめっちゃ美味しい。うん、うまっ。うん、さっぱりとしながらも甘酸っぱい味がギュッとジェラートの中に詰まっててめっちゃ美味しい。香りが一番好きかな。でも茜も美味しかったな。続いて晩ご飯を食べにやってきたのがお食事処おさない。青森駅のすぐ近くにあるお店です。こちらのお店の売りはなんといってもホタテ。実は青森県は全国トップクラスのホタテの生産量を誇っているんです。すごい、ウニまで乗ってる。めっちゃ豪華。店員さんにおすすめしてもらったホタテ貝焼き味噌は、大きな貝殻を鍋にして味噌で味付けしたホタテの卵とじ。青森県を代表する郷土料理なんです。なんかすっごい優しい味で、でその優しい味わいの中にこのホタテが結構主張してて、なんかしっかりと海の味が染み出してるって感じがする。これはめっちゃ豪華やわ。すごい。今からホテルの近くに町中温泉っていう温泉があるんで、今から温泉に入りに行ってきます。温泉から帰ってきました。ということで今からジャッツッタコーラのニンニクコーラっていうのがあったんで買ってきました。青森県ニンニクも有名なんで、どんな味かすごい楽しみです。うわー、危ない危ない危ない。出てくるとこやった。あー、でもニンニクの匂いめっちゃする。するするする。乾杯。おー、美味しい。最初にバンってニンニクの味はちゃんとくる。でも後味がちゃんとコーラで、ニンニクとコーラがなんかうまい具合に合わさってて、いや美味しいわこれ。衝撃的な組み合わせやけど、衝撃的に合う。明日もまた早いんで寝ます。あー、飲み切った。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おはようございます。青森2日目の朝です。では今から青森の朝ごはんを食べに行きます。
道を歩いてたら土偶が結構おる。ということでやってきたのは青森魚菜センター、元祖青森のっけ丼を食べにやってきました。のっけ丼とは市場内のお店に並ぶ新鮮な魚介類などなど好きな食材を選び、好きなだけ温かなご飯に乗っけて食べる丼です。まずは食事券というチケットを購入します。この券と交換で好きな具材をゲットできます。これはめっちゃ迷うな、すごいな。じゃあ、もうシュトラー髪を取ろう。あー、いやー、最高。いいね、この白身の。あー、すごい、うん、最高。おー、おっきい。ちょっと平にするね。はい、魚体が大きい証拠。おー、イエーイ。シュトラちゃん、シュトラでっかいよ。シュトラ綺麗。はい、どうぞ。おー、でっこ？でっかいです。でっかいですね。あ、生きてます。え、生きてるんですか？はいはいはい。青森のホタテさん。うわー。それぞれ1枚2切れと分かれてます。濃い花頭、サバとかも1枚に綺麗で載ってます。花頭？花頭だとこの右のお写真のお魚で、ホウボウとかカサゴとかの仲間ですね。おー、うん、こっちソイになる。これソイ。こっちソイで、はい。うわー、青森さんになります。巻いて、はい。ウニちゃん、ウニちゃん、イエーイ。おー、おいしい。おー、豪華。いいね、これがいいね、キラキラ。特製ののっけ丼、すごい、めっちゃ豪華。朝からこんな豪華な海鮮食べれるなんてめっちゃ嬉しい。青森県産のお魚がたくさん入ってます。輝きが違う、輝きが。ヒラメは青森の県魚だそうです。知らんかった、ヒラメが有名やったんや。うん、おいしい。うわ、すごい、めっちゃおいしい。ホタテ、なんかホタテのシャキシャキ感と甘みがえげつない、すごい、めっちゃおいしい。最後は私が一番大好物の生のエビ。プリプリ、めっちゃ甘い、美味しい。最高の朝ごはんでした。ごちそうさまでした。
の中入ってきました。510円で入れるんですけど、510円安いわっていうぐらい中がすっごい充実してて、なんか展示もなんか難しい展示とかじゃなくてめっちゃ楽しかったです。よし、じゃあ今から現代の美術館から次は縄文時代に行きます。ということで続いてやってきたのは三内丸山遺跡です。青森市内にああいう土偶とかがいっぱいいたのはこういう遺跡があるからってことやったよね。縄文人にタイムスリップ、いかがでしょうか、縄文ファッション。前まで用意されてた、縄文時代にタイムスリップ。縄文時代が広がってる。長期間継続した大規模な集落跡です。じゃあもう縄文人ここにほんまにたくさんいたってことや。縄文人の人ってさ、どんな言葉使ってたやろ、なんやろ、ウポポとか、ウポポ、ウポ、そんな感じ、ウポポウポポ。今から縄文人のお家行くよ。どうぞ我が家ようこそ。どうぞどうぞ。こちらが縄文時代の建穴式住居でございます。めっちゃ涼しい、この中に入ったら風通しがすごい。あ、思ったより住めそうな気はする。うぽぽうぽぽ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 ぽ。じゃあ今から金持ちの家行こうか。こっち貧乏、今から行くとこ金持ち。ほらすごいでっかいね、金持ちの家はやっぱり違うね。集会所は共同作業に使われてたって説がありますって書いてある。日本最大のものですって書いてある。天井が高いでございます。こちらはすごい、こっち予想以上に広い。この三内遺跡は東京ドーム9個分の敷地の広さがあるらしくって、今もなお発掘作業が続けられてて、なんかどん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 いろんな遺跡が出てきてるってさっきガイドさんが言ってました。そう思うと夢がある、ロマンがありますね。縄文時代の格好もできたし、なんか縄文人の気分も味わえたし、なんかいろんなお家も実際に中に入ってみることができたから結構楽しかった。現代へ帰ります。さあ現代に帰ってきて、縄文時代から食べられていた栗を使ったソフトクリームを注文します。なんかモンブランみたいな、結構珍しいソフトクリーム、めちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ栗、モンブランケーキ食べてるみたい。縄文人の格好でソフトクリームを食べる、これもなんか粋ですね、粋。トモモグ、青森駅の方に戻ってきました。では今から観光に行く前にどうしても食べたかったアップルパイがあるので、それを買いに行きます。ということでやってきたのはシュトラウス。ウィーンで培った本場の味を味わえるお店。食べてみたかったのがこちらのウィーンで最も好まれているリンゴのケーキ。お土産用もありました。ですがこちらのお店の一番の売りがこのザッハトルテ。さっきのお店はザッハトルテも有名なんで購入してきました。これは夜に食べたいと思います。よし、じゃあ今からですね
また観光に行くんですけど、次はアスパムっていう観光名所に行きます。なに、めっちゃいい匂いする。香りの正体はこちらのスイートファクトリーパムパムのアップルパイ。この場で全て焼き上げていて、リンゴは青森産を使っている青森リンゴが主役のアップルパイ。お店の一番人気を注文しました。おいしい。なんか上に乗ってるリンゴが結構生っぽい感じのリンゴで、甘酸っぱくて結構さっぱりとした酸っぱめのリンゴで、それがなんか生地とか全部の中と合っててすっごい美味しい。リンゴだけじゃなくてさつまいもペーストも入ってるって書いてた。よくよく味わったらさつまいもの味もして、リンゴとさつまいもの相性がいいからめっちゃ美味しい。チケット購入してきました。今からは 3D でねぶた祭りが見れるらしいんで、それ見てきます。では日本最大の360度 3D シアターでメガネをかけてねぶた祭りを全身で体感してきます。すごい迫力やった。なんかほんまにその場でお祭りに参加してるような感じでめっちゃすごかった。っていうかねぶた祭りっていろんな種類があるってこと全然知らんかった。いやほんますっごい迫力やった。13階に展望台があるんで上から景色を眺めます。わーめっちゃ綺麗。すごいベイブリッジが綺麗に見えてる。昨日見た八甲田丸、遠くから見た方が大きさがよりわかる。天気もいいからめっちゃ景色が綺麗。それでは少し移動して、昨日も来た A ファクトリーの中にあるこちらのスキップエッグで青森弘前総選挙で3連覇した人気のアップルパイを食べます。本日2つ目のアップルパイいただきます。おいしい。中のリンゴがトロットロの状態の甘いリンゴで、周りがサクッとして、でこのリンゴのジュワッと感めっちゃ美味しい。これもめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。では今からねぶたの家ワラッセの中に入ります。こちらはどんな施設かと言いますと、ねぶた祭りの歴史や魅力を余すことなく紹介されていて、ねぶたのすべてを1年を通して体感することができる施設なんです。すごい、なんか祭りの雰囲気がめっちゃ出てる。
生で見たら想像以上にめっちゃ迫力があってすごいすごいしか言えへんけど、ほんまにすごい、めっちゃすごい迫力、なんか綺麗やし、でも 3D のようにめっちゃこっちに向かってくるような迫力もあるし、いやこれは想像以上やわ、すごい。楽しかったわ、ラッセ。だからもうねぶたの本物は想像以上にすっごい迫力やった。ねぶた祭りを見に行きたいっていうよりはねぶた祭りにめっちゃ参加したくなった。めっちゃ良かった。いつかいつか参加したい、できるだけ若いうちに。楽しかったです。じゃあ今から晩ご飯を食べに行きます。ラッセラーラッセラーラッセラッセラッセラたままぐということで、やってきたのは寿司居酒屋たる。予約せずに行ったんですが、隣の常連さんが予約せずに入れるなんて奇跡、運がいいねと言われるくらい大人気のお店。その時期に美味しい新鮮な地魚に、青森の地酒のラインナップも豊富で、青森愛に満ちた料理を楽しむことができます。乾杯。甘くまろやかな感じで、でもすごい飲みやすくて美味しい。これが青森のお酒か。あんこうのともえとホタルイカとヤリイカの突き出しです。プルプルのあんこ、めちゃくちゃうまい。お隣の常連さんから絶対に食べてとおすすめしてもらったもずく、わさび醤油でいただきます。青森もずくが有名って知らんかった。うわ、すごいシャキシャキ感、すごい耳まで響くシャキシャキ感こんなもずく食べたことない。はい、トゲクリガニです。トゲクリガニ初めて聞いた。栗ガニって有名なんですね。青森の春の風物詩のトゲクリガニ、メスは桜の時期あたりでしか味わえない貴重なものなんだとか。さっぱりしてるけどカニの旨味がしっかりとでしょ、うん、してて美味しいですね。これちょっと一口食べただけやけど、カニ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 って感じで口の中にカニの風味が広がっていって、めちゃくちゃ美味しいカニ。あー幸せ。カニの甲羅に日本酒入れて、うまい、美味しいたまらんわこれ。トゲクリカニだよ。天魚ヒラメ。ヒラメ、ヒラメ。これはね、小判ザメって言います。サバとかの仲間。これはね、はい、カレーの王様、松川カレーです。松川カレー、松川カレー。そう。そしてこちらが日本海側にある鰺ヶ沢という町で採れたアラ。
こちらがすごく珍しい湾内で獲れたホッケのお刺身。ホッケの刺身は地元の人間もなかなか食べられないと言ってました。そして陸奥湾のホタテ。こちらが鰺ヶ沢で獲れたノドグロ。お刺身用に一本釣りしたノドグロだそうです。こちらも一本釣り。釣った時だけお刺身にする北海道の釣りキンキー。こちらのタコはゆでタコじゃなくて蒸しタコ。蒸した方が味が濃くなって美味しいそうです。そしてヤリイカに湾内のシメニシン。本マグロはこの日は残念ながら大間が禁漁中だったので八戸の本マグロでした。この刺身盛り合わせの中で一番高いのがなんとわさび。静岡の伊豆の本わさびでキロ単位で言うと大間のマグロの3倍という高級品なんです。めっちゃ綺麗なお魚。うますぎる。めっちゃ美味しい。王様と言われてるカレー、めちゃくちゃ美味しい。歯応えがすごいんやけど。うまマグロ特有の臭みとか全然なくて甘みさえ感じる、めちゃくちゃ美味しいマグロ。後味すごいフルーティーな感じがする。なんか動いてる。あ、動いてる動いてる。すごい。うわ、ゴリ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 っていうぐらい、めっちゃ食感がいい。静岡産本わさび巻き、大間産のウニの巻物、ニシンの切り込み巻き、ニシンを麹につけたものって言ってました。ウニから行かせていただきます。尋常じゃないぐらい甘い。すっごい美味しい。びっくりした。わさび巻き、すっごいなんか風味のいいわさびやから、ツーンときても快感です。これがめっちゃ美味しい。実はこのお店に行く前に今回のツアーで晩ご飯ついてたんで、それを食べた後に2軒目として行ってたんですけど、もう2軒目とは思えへんぐらいたくさん食べてしまった。美味しくて美味しくて、なんかもういろんなもん食べたいってなって頼んじゃいました。よし、じゃあ今からホテルに帰って今日昼間に買ってたケーキを食べます。トモモグ、上は結構硬いんや。うん、うお、めっちゃ美味しい。この上のチョコレートがちょっと固めで、フォークを入れた時になんかシャリっていう感触がするんやけど、最初は甘いんやけど喉を通っていく頃にはチョコレートのちょっとビターな感じがふわっと広がっていく。
衝撃を受けるうまさ。ほんますごいこれ。アップルパイは中はこんな感じです。あ、おいしい。あのリンゴのこの酸味甘さを感じつつ、このシナモンの風味がふわっと香って、すごい大人なアップルパイって感じで、これもめっちゃおいしい。お姫様が食べる味って感じする。めっちゃおいしい。明日は青森最終日で、明日のお昼には飛行機に乗ってしまうんで、帰るギリギリまで青森を楽しみたいと思います。というわけでまた明日、おやすみなさい。おはようございます。青森最終日の朝です。ホテルをチェックアウトしたので、今から朝ごはんを食べに行きます。ということでやってきたのは丸海ラーメン。オープンと同時に行ったんですが、すでに地元のお客さんで席が半分以上埋まっていました。店内に入ると煮干しのいい香りが漂ってきて、メニューがシンプル、これだけです。めっちゃ綺麗な色のスープ、美味しい。スープはほんまにあっさりしてて、で口当たりも優しいけど、最後に煮干しの旨味をしっかりと感じるっていうスープで、朝から食べても全然重くならへん。もちもちしてて、このあっさりしたスープとこのもちもちの麺が相まってめっちゃ美味しい。麺をズズズズズズってすするたびに、なんか煮干しのいい香りがふわふわふわって口の中に広がっていく感じ、大ちゃうかなっていうぐらい割と量は多い。丸海ラーメン美味しかったです。ごちそうさまでした。他のお客さんみんな大頼んでて、でも大頼む気持ちわかるっていうぐらい美味しい優しい味のラーメンでした。では間もなく飛行機の時間なんで帰りのバスに乗るんですけど、その前にお土産を買ったり、あと最後にちょっと一杯だけ飲みたいのでそこに行きます。ということでまたまた A ファクトリーにやってきました。こちらの2階でシードルを有料試飲できるんです。今回は4杯分飲める券を購入しました。全部で8種類の試飲できるシードルがあるから、ちょっと迷うな、これどれにしようかな。それぞれのシードルの特徴を記載してくれているので、それを見ながら選びました。甘いシードルが飲みたかったので、まずは吉野町シードルスイートにしました。めちゃめちゃリンゴの甘い香りがする。乾杯。ジュース、リンゴジュース。あ、でもリンゴの甘みがすごい、めっちゃ美味しい。甘口からドライなものまでいろんな味を試飲しました。それぞれシードルの味が全然違うので、飲み比べすると違いが分かってすごく楽しかったし、自分好みの味を知ることができてめっちゃ良かったです。青森のシードル飲み比べして、お土産に一番美味しかったシードル購入してきました。で、このリュックの中にはリンゴも買ったんで、めっちゃ重くなった。3日間青森楽しんだんですけど、そろそろ帰る時間になりました。ってことで今から空港行きのバスに乗ります。トモモグ。こちらが帰りの空港のお土産物屋さんで買ったリンゴジュース、いただきます。
そしてこちらが青森のご当地パン、イギリストースト。食パンの中にマーガリンとグラニュー糖が塗られているとてもシンプルなパンでめちゃくちゃ美味しいです。飛行機の中で最後まで青森気分を満喫しました。今回は人生初の青森県だったんですが、青森の食べ物がめちゃくちゃ美味しくて、しかも人も本当に優しくてフレンドリーな人が多くて、あとねぶたもすごかったし、とても魅力が溢れまくっている県でした。神戸空港からは FDA で直行便も出ているので、ぜひ皆さん青森県へ遊びに行ってみてください。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この八甲田丸は関門海峡、関門海峡ちゃうわ、青函トンネル、近く過敏がひどい。さよならあなた、私は帰ります。津軽海峡冬景色。青森来たって感じした。ともものもぐ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 ぷ、もぐもぐぷ、もぐもぐぷ。